キングエドワードポイントは、サウスジョージア島北東部の東カンバーランドワンエンガに所在するイギリス南極観測局の南極調査拠点及び、イギリスの海外領土の一つである、サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島の首都である。グリトビ県としばしば混同されるが、こちらはキングエドワードワンエンガに所在するかつての捕鯨基地であった。 この地域は1901年から1904年にスウェーデンの探検家の夫ノルデンシェルドにより探索され1906年にエドワード7世よりキングエドワードポイントの名称が付けられた。1909年からはサウスジョージア島を所轄する治安判事の住居となっている。1925年には海洋研究基地が当地に設けられた。 1950年1月1日には、ホークランド・アイランズ・ディペンデンシーズ・サーベイにより、基地が引き継がれ、1952年から1969年までは、友人の基地であった。その後イギリス南極観測局が基地を運営していたが、1982年のフォークランド紛争時には、アルゼンチン軍がサウスジョージア島を一時占領した。 紛争後は2001年までイギリスの守備隊が駐屯し、基地は閉鎖されていたが、同年3月22日に、基地は再開された。この時、建物の多くは荒廃していたが、一部の建物を除いて建て替えられている。現在は当季に12人の、下季には22人前後のイギリス南極、観測局職員が滞在している。また、二人前後の政府職員も駐在している。 年中、基地は友人であるが、アルゼンチンの同等の領有権主張に対しイギリスの主権を確保する役割を担っている。基地の主な活動は、商業漁業の維持や、サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島政府職員の支援を行うために漁業に関する研究を行うことである。ローカルローズカスタムズサウス、ジョージアサウスサンドウィッチアイランズドラベル、アドバイスガブ、UK。 www.gov.uk.2017 年9月28日閲覧。Google Maps。5 4度1 7 0 0 s 3 6度2 9 3 9 0 w 2 0 1 8年7月25日閲覧。ABC History of King Edward Point British Antarctic Survey 2019年9月17日閲覧。 ありがとうございます。